高千穂鉄道 TR-400 系機動車は2003年に2両が製造され2005年の営業休止まで使用された高千穂鉄道のトロッコ型機動車である高千穂鉄道廃止後九州旅客鉄道2乗とされ改造の植木派125系400番台となった1989年4月に日本国有鉄道の第2次特定地方を 交通線だった九州旅客鉄道高千穂線を第三セクターに転換して開業した高千穂鉄道では1996年からトロッコ車用の導入検討を進め2003年に2両のトロッコ型機動車を導入した車体は新潟鉄工所が納入した松浦鉄道 MR-500 系南阿蘇鉄道 MT-3010 型などの レトロ超機動車をベースとし、窓を上下方向に拡大した上で着脱式としている。エンジンは、新潟鉄工所製 DM 回1 3ルツディーゼルエンジンを2 4 2 7ットに設定して使用した。全車正面貫通式、両運転台、トイレなし、通路を挟んで両側にテーブル付き4人掛けボックスシートを6組ずつ、備え、ドア付近には、 テーブル付け二人掛け座席が2箇所にある。TR-401 の車体は黄色に塗装されて、田ジカラの愛称が TR-402 は緑色に塗装されて、雨の渦めの愛称が付けられた。トロッコ、カグラ号として2003年3月から運転を開始したが、2005年9月の台風による災害で、高千穂鉄道全線が不通となり、 復旧されることのないまま2008年12月までに全線が順次廃止された。廃線後2両とも JR 九州に売却、改造の植木派125型に編入され、特急、海幸山幸として2009年10月から運転されている。黄色に塗装された PR-401、田地から小野号新潟鉄工所製のレトロ超機動車をベースとし、 車体長は18メートルとなった。両運転台構造で、前面は貫通式である。乗務員室は左隅構造で、乗務員用扉が片側1箇所に設けられた。910ミリメートル幅の引き戸の客用扉が、片側2箇所、運転台直後と反対側車端にある。扉間の窓配置は左右で異なり、高千穂駅側に向かって、左側は、 中央部に 2950mm 幅の三連式窓2箇所、その両側に 1960mm 幅の二連式窓を、反対側は高地保駅寄りに 2950mm 幅の三連式窓3箇所、反対側客用扉付近に 915mm 幅の窓がある。窓は取り外し式とされた。戸袋窓はない。TR-401 の外部塗装は黄色。 tr-400 には緑である。屋根はモニター風の2段屋根で、モニター内に冷房装置が収められている。車内は通路を挟んで両側にテーブル付き4人掛けボックスシートを6組ずつ、備え、ドア付近にはテーブル付き2人掛け座席が2箇所にある。テーブルの高さと窓側の座席背もたれの高さは、総加辺に合わせられた。開放感を出すため、吊りは、 網棚は設置されなかった。延岡駅宿り機運転台付近に車椅子スペースを備え、ワンマン運転対応機器も装備された。また、テーブルと座席には、高千補町内で生産された毛焼の木が使用されていた。導入当初は木製の座席に直接座る仕様であったが、後に座布団が装備された。エンジンは、新潟鉄工所製 DM 回 13Hz。 ディーゼルエンジンを一気搭載、定格出力2 4 2 7ロワ 2000rpm で使用された。動力は、新潟コンバーター製タクン -22 の1628液体変速機を介して二軸駆動の台車に伝達される。台車は、ボルスタレス空気バネ、積層ゴム式、NP131D、T-3 が採用された。制動装置は、機関、 排気ブレーキ併用のチエイ自動空気ブレーキが採用された。暖房装置はエンジン排熱を利用した温風式である。冷房装置は能力1 8 0キロワットの電装製、機関直結式2台が設置された。JR 九州に売却後の姿高千穂鉄道は、1989年4月に JR 九州高千穂線を第3セクターに転換して、 開業、開業時に準備した t r 1 0 0系5両、t r 2 0 0系2両に加え、観光用の t r 3 0 0系2両を1991年7月に導入して運用してきたが、1996年からトロッコ車用の導入検討が始まり、2001年3月の渡らせ、渓谷鉄道、藍津鉄道視察を経て、2003年に、 TR-401 は日本宝くじ協会の女性による宝くじ号として t r 4 0には国際コンベンションリゾート宮崎振興基金からの女性によりトロッコ型機動車が導入された。導入費用は1両あたり1億3000万円とされている。日本宝くじ協会の女性を受けた TR-401 の車体は黄色に塗装されて、 タジカラオノの愛称が国際コンベンションリゾート宮崎振興基金の助成を受けた TR-400 には緑色に塗装されて雨の渦めの愛称が付けられた。大体として TR-300 系2両が廃車されている。2003年3月21日からトロッコ・カグラ号として運転を開始したが2005年9月6日に九州地方を襲った。 台風14号の影響で、橋梁2カ所が流出するなど甚大な被害を受け列車運行を休止、部分復旧なども模索されたが実現せず、2008年12月までに全線が廃止された。運行休止時には2両とも高千穂駅にあったが、高千穂鉄道からの打診により、JR 九州への売却が決定。 2009年2月に陸送で搬出され、JR 九州小倉工場に入場した。JR では、日南線の特急、海幸山幸で使用するための改造が行われ、2009年10月10日から営業運転を行っている。ありがとうございます。